ンポン。ドムドムリックドムサクザクビクザムスゴックズゴックワッカイ。なんかやべえやつおるんやけど。きえー、この人の形をした人間め、人間じゃねえか。なんだよ、人を。よし、帰れ。いいえ、明日地球が滅ぶという噂を耳にしたので。はあ、とりあえず、モビルスーツを元に作成した祈りを捧げていたところでした。これは神様もご立腹やるな。先生が聞いた噂ってコメントでもらった。明日世界が滅ぶなら、先生は何しますかっていう質問のことやないか。それだ、というわけで、明日世界が滅ぶとしたら、先生は、モビルスーツを元に作成した祈りを捧げて神様を怒らせます。ほんとろくなことしねえな、こいつ。うん、そういうあかりちゃんはどうなんですか。うちか、せやな。うちなら祈るより頭使って、明日世界が滅亡しないよう努力するかな。ほう、なるほど。例えば、明日特大の隕石が地球に降ってくるとしたら、頭突きで壊す。死ぬはバカだれ。物理的に頭を使うわけじゃねえんだよ。まあ、そんな大事件が起きたら、うちらにできることなんてほぼないようなもんやけどな。でも、諦めて神頼みってのもなんか落ち着かない性分なんや。できるなら最後まであがいていきたいもんや。てか、さっきからうるせえな。あ、すみません。今近くにすげえ面白い鳴き声のヤギがいるみたいで。なんでや。私が、連れて、来ました。てめえ、この野郎。ネタをくれた視聴者の方、本当にありがとうございました。くれたネタはバンバン拾ってくれ。ありがとう。次のネタも待ってるぜ。やめろボケ。